政府事務所です。先ほど8時過ぎにこの事務所に到着すると、集まったボランティアからは大きな拍手と歓声で迎えられました。では山本さんに聞きます。東京選挙区厳しい選挙戦が展開されていますが、手応えはどうですか？まあ行く現場行く現場に動くことが感じますよね。で、まあ、一番手応えを感じたのは、その日にマスコミが多くなってきたということなんですけど、なかなか言ってないから、今回の選挙は、まあ、自民党まだ勝ちそうですけど、衆院選の時に TPP 反対って言って、歌って205人もいるんですよね。その人たちの決定をどう取るのかっていうことが、反対する人たちの共通性がなかった。山本さん、よろしくお願いします。